ルイカミー・ユマヤール・メーラード反応とは、還元糖とアミノ化合物を加熱した時などに見られる、褐色物質を生み出す反応のこと、カッペン反応とも呼ばれる。アミノカルボニル反応の一種であり、褐色物質を生成する代表的な非酵素的反応である。メーラード反応という故障は、20世紀にフランスの科学者、ルイカミー・ユマヤールが、 この反応の詳細な研究を行ったことから名付けられた。食品工業において、食品の加工や貯蔵の際に生じる製品の着色、後期成分の生成、抗酸化成成分の生成などに関わる反応であり、非常に重要とされる。メーラード反応は加熱によって短時間で進行するが、常温でも進行する。ただし、その場合には長時間を要する。 メーラード反応は非常に多くの素反応からなる過程であり、その全容は未だ十分には解明されていない。アミノ酸と還元糖が反応し、窒素排当体を経由して、シフ塩基を形成した後、アマドリ転移によりその反応性生物を生じるまでの反応を初期段階、アマドリ転移性生物移行を中期段階と呼ぶ。メーラード反応の進行には、 反応系の pH が大きく関与することが知られている。特に中性、塩基性の条件下では、中期段階以降で、ラジカルの生成が促進されて、褐色色素の生成が促進される。また、反応中間生成物より分岐して、ストレッカー分解反応へと向かう経路も存在する。ストレッカー分解反応の生成物も、食品の加熱加工の際に生じる後期に大きく、 関与している。アミノ化合物と還元糖が縮合し、シフフ塩基と呼ばれる窒素配糖体を形成する。シフフ塩基の二重結合は転移し、エノール型の生成物を生じる。1、ネナミノールは互い変異性化したケトン型構造との間で平行状態となっている。生成物のエノール型は還元性を示す反応性の高い物質である。また、 生成物の毛ト型は2、3エノール型の物質にも変化するが、これも還元性を示す、反応性の高い物質である。アマドリテに異生成物が1、2エナミノール、または2、3エンジオールを経由して分解していく過程で、この段階での反応の多くは脱水反応である。2、3エンジオールを経由する反応は、賠償においては、主となる経路であると言われている。 この段階では、オソンやサンデオキシオソンなどの反応性に富んだ、ケトアルデヒドや、ピロールアルデヒド、フルフラール等を生成する。また、メチルジケトン中間体を経由して生成する、ピルブアルデヒドは、非常に強い反応性を持つ。フルフラール、ピロールマイナスにアルデヒド、サンフラノン、オソン、サンデオキシオソン、メチルジケトン中間体。 アマドリテン異性生物などの反応中間体や生成物と各種アミノ酸やペプチド、タンパク質などが重合してメラノイジンを生成する反応が周期段階であるがその過程はまだ明らかにされていないメーラード反応によって生じる褐色色素のことをメラノイジンと呼ぶメラノイジンは酸素や窒素を含む多様な高分子化合物からなる混合物である メラノイジンは、それ自身がフリーラジカルであるが、同時にラジカル補足剤としての作用を持つため、食品の酸化を抑制する働きがある。この作用には、メラノイジンが金属とキレートを生成して封じ込めることが、関与しているとも言われる。メラノイジンは、インビトロでは抗酸化作用、活性酸素消去活性、ヘテロカンアミノ化合物に対する脱変異。 原活性などを有するとされている。例えば、メーラード反応によって生じたトリプトファングルコース反応液の抗酸化能は、ビタミン E であるアルファートコフェロールよりも強く、合成抗酸化剤の BHA、BHT に匹敵するものであることが明らかになった。グルコースとグリシンによるアミノカルボニル反応で生成したカッペン物質による着色度が高いほど、 DPPH ラジカル消去能も高くなる。着色度を示す440 n m メートルにおける、急高度と DPPH ラジカル消去能の間には、R=0.993 の非常に高い性の相関関係が認められる。また、玉ねぎを加熱し、黄色、飴色、茶色とカッペンが進行するに従って、DPPH ラジカル消去能が上昇するとの報告がある。 例えば、味噌は優れた抗酸化能力を有し、味噌のラジカル補足能力はその大半をメラノイジン画になっており、味噌の色調が濃いほどその能力が高まっているとされている。動物実験では、味噌の摂取で肺癌、胃癌、乳癌、肝臓癌、大腸癌の抑制効果が認められ、味噌の熟成度が高いほど効果が高かったとの報告がある。 メーラード反応に伴って特有の後期成分も生じる。その後期は反応の元となったアミノ酸や糖の種類、反応条件等により変化し、焦げ草、カラメル臭、ナッツ様の周期、パン様の周期、チョコレート臭、時にカビ臭やスミレ様の周期など様々な後期を生じる。各種アミノ酸とグルコースを合片反応させた時の後期は以下の通り、 アスパラギン酸と糖のメイラード反応によるアクリルアミドの生成メイラード反応の過程でアスパラギンとブドウ糖が反応することによって劇物扱いのアクリルアミドが生成されることが明らかになっているアクリルアミドは神経毒性や発現性を持つ疑いがある化合物であるため特にポテトチップスなどの高温加熱食品におけるメイラード反応でアクリルアミドが生じることが 食品安全上の観点から問題視されている。アクリルアミドが人に対して神経毒として働くことはこれまで確認されているが、食品中に含まれている量では、この作用は現れないこと、また発言性についてはラットに薬品として直接アクリルアミドを投与することで確認されているが、実際に人が食品に含まれる形で摂取した場合に、 発がんリスクが高くなるかどうかは明らかになっていないことなどから通常の摂取量であれば特別に健康上の問題に結びつく可能性は低いとこれまでは考えられていた2002年4月スウェーデン食品庁はポテトチップスやフライドポテトビスケットなど炭水化物を多く含むものを高温で加熱した食品にアクリルアミドが高濃度で含まれているという 報告を出した。アクリルアミドは神経毒性や発言性を持つ疑いがあるため、これらの食品の安全性に対する懸念が生まれることになった。その後、この報告は各国の食品関連機関の追試によって確認され、それを受けて、風が2002年6月に専門会議を設けるなどの対応を行った。日本では食品総合研究所を中心に、 この問題が検討されている。これらの食品中のアクリルアミド濃度は飲料水中の基準値を超えていたために安全上の問題があると疑われた。2005年には FAO と f o からなる合同委員会が食品中のアクリルアミドは健康に害を与える恐れがあり、含有量を減らすべきと勧告。2007年。 オランダのマーストリヒト大学のジャネケ・ホゲルボルストラがアクリルアミドの摂取は特に引き継い者の女性において子宮内膜癌と卵巣癌の危険性を高めるという疫学調査結果をキャンサー・エパディミアラジー・バイオマーカーズプリベンション誌の11月号に発表。2008年5月、オランダのマーストリヒト大学の研究チームがアクリルアミドの取りすぎは 腎臓がんのリスクを高めるという研究をアメリカンジャーナルオブクリニカルニュートリション4月号に発表。安全性に関する詳細な検討は現在も継続中であり、また食品中の濃度規制に向けた取り組みも始まっている。肉を加熱することによって合変するのはメーラード反応の典型である。メーラード反応が関与するものには次のような現象が挙げられる。 三温糖の着色はカラメル反応である。カラメル反応とメーラード反応は似てはいるが別の反応である。焦げはメーラード反応というよりは単価である。落ち葉から腐葉土ができる過程でも褐色色素や黒色色素が生じる。これは腐色酸と呼ばれる物質だがメラノイジンと同じものである。植物の持つ酵素的な褐色色素の形成と 非酵素的なメイラード反応の両方が関与していると言われている。糖尿病患者に見られる褐色斑の形成にも生体内で起きるメイラード反応の関与が示唆されている。褐色斑の原因となる色素にはエイチスと呼ばれるものが含まれているが、これらはメラノイジンの染部物質だと考えられている。なお、糖尿病患者の症状として見られる白内障や 血管組織の劣化は、まさに、メーラード反応における、ブドウ糖のアルデヒド元と、クリスタリンやエラスチン、コラーゲンのような高寿命タンパク質の網の元の、重合反応によって起きる、タンパク質の変成に起因する。炭水化物を摂取すると象徴で、グルコースに分解され、大量のグルコースが、体内に吸収される。体内でのグルコースは、エネルギー源として重要である、半円。 高濃度のグルコースはそのアルデヒド元の反応性の高さのため生体内のタンパク質と反応して生体に有害な作用をもたらすためインスリンの分泌により体内の血糖濃度が常に一定範囲に保たれているこの唯一のインスリンによる血糖調整機構が破綻すると高血糖による生体組織とのメイラード反応により糖尿病性神経障害 糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症の微小血管障害、つまり糖尿病合併症を発症する。高カロリー有液の調整において、葡萄糖とアミノ酸液を同一容器内で混合すると、メーラード反応により褐色物質が形成され、溶液が褐色に変化することがある。高老化医学の発達によって、体内で起こるメーラード反応が、 老化を進行させる体の透過であることが明らかになってきた。老化現象と深い関わりを持つコラーゲンの透過反応は肌の張りと弾力性を失わせ骨の質を劣化させる。また、透過された老廃物の蓄積が白内障や動脈硬化の進行となって現れるなど老化の顕著な特徴と直結している。アルツハイマー病は 脳内のアミノ酸が透過される現象という説も存在する。また体の透過と糖尿病の合併症やメタボリックシンドロームには深い関係がある。高糖化ケアは摂取カロリーの適正な調整とともに急激に血糖値を上げない GI に留意した食生活によって可能となる。例えば野菜から先に食べる工夫をするだけでも、 血糖値の急激な上昇を抑えることにつながり体の糖化の抑制が期待できる毒止茶シソハジャなどの健康茶はコラーゲンの糖化に対して強い抑制力を示す。 また、高糖化作用を有する食品として、ローマンカモミール、西洋三座し、桜、紫菊花、などが発見されている。メーラード反応からトバンク。ありがとうございます。